ちょっと撮影遅れましたが、対戦相手の方が見つかりました。で、最近ちょっと順電4体のパーティーでワンパターン化しているっていう指摘を受けたので、順電をね、4体ではなく5体にしてきました。で、相手のパーティー独統一なので、弱点をついていけるランドとラティオスを出していきたい。この2匹でいくと、ゴルバットがちょっと重たいけど、ゴルバットは何出してもまあまあ重たいですよね。サンダーかな、安定は。サンダーはまあまあありか、ただ、バナが重たくはなる。ドランとかでもいいかも。サンダーで行ってみるか。おい、喉に何かが詰まった感じがして、めっちゃむせましたね。で、こっち初手ランドロスなんで、まあ、相手のポケモンにもよりますが、トンボ返りから入っていく展開になるかと思いますね。で、ランド先発で相手はニドキング。ニドキンか。これさ、氷技全員抜群取られてんじゃん。どうすっかな。まあ、トンボ返りですかね。ラティが一発耐えるんで、ニドキングのこれ多分助けだと思うんですよ。だから自信っても倒せないんですよね。で、ラティオス出して不意打ちを打ってくるかどうかみたいなところはあるけど、氷弱点うちのパーティー多いからな。冷凍ビームもここはよし。これ絶対に一発耐える。はい、まあ、不意打ち落ちそうです。威嚇入ってるとは言っても。なんでランドロスに引きますか。ラティはまだ技の一環で相手を強引に突破できるかもしれないかな。あとここは相手一応だけど、最近の読みでベトベトン出してくる可能性もあるんで、このランドロスバックはそんなに悪くないはず。引いてきた、引いてきたか。多分ベトベトンだよな。あ、オッケーオッケーオッケー。ただこれ最後ゴルバットの可能性があるんで、あえて自信打っていいのかってところはありますが、まあ、他を押しましょう。自信でゴルバットは来てからサンダー投げればとりあえずはいいので、自信通るか。落ちると思うけど、並べてみると。オッケー。これが順電のパワーですよね。一般ポケモンにはそう簡単には負けないんだよな。ミドキング不意打ち切ってるかもしれませんね。わかんねえけど。ミドキング。いやでもエスカってるの分かってるからな。もう不意打ちもクソもないんだよな。これ自信を押したらもう勝ち説ない。ラストゲンガーとかだったら勝ちなんだけど。で、ニドキング倒して、多分ニドキング助けだったんですよ。で、助けに耐えてランドロスを返り討ちにしようっていう作戦だったんでしょうね。対戦ありがとうございました。まあまあまあ、こういうこともあるよな。はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがカバルドン、ボーマンダー、エンペルト、ミミッキュ、ガモス、カミツルギということで、サンダーの通りはそんなに悪くない。サンダーからでもいいかもな。で、ガモスが来るかどうかなんですよね。今回ランドロスが直球じゃなくてスカーフ型なので、対面は絶対勝てる方なんですけど、まあ、絶対って言ってもタスキメザコールとか負けるけど、まあまあ対面は有利な方なんですが、積まれた後は他の直球ランドとかに比べるとガモス勢の、なんだろう、強さはなくなってしまうので、難しいんだよな、出し方が。サンダー、ただランドロスはそんなに悪くない。マンダにも打点ある方だし、サンダーランドで行くか。ラストはカバードンを考えるとレヒレってしたいんですが、まあレヒレでもいいな。レヒレはワンチャンガモスにも勝てるし、これで行くか。そんなに悪くない気がする。はい、では対戦よろしくお願いします。しょって誰から来るかにもよるけど、エンプレとかが来てステロ巻いてくる展開とかが結構ありそうなんですよね。サンダーから入る。ミミッキュ、ああまあミミッキュは別にいいな。ここはじゃあボルチェンから展開していきますか。剣舞とかからしてくるかな。それか Z 打ってきたら、ミミッキュ Z だったらワンチャンまひる可能性もあるんで悪くないと。剣舞は美味しくはないけど、とりあえずは良しとしましょう。考えていらっしゃる。ボルチェン止めるだけならカバルド投げるっていう手もありますが、 Z 打ってきた。ミミッキュ Z ですね、これは。なんでバグる可能性が一応ある。これは結構痛いダメージもらっちゃいますが、サンダーだったらまあ耐えるは耐えるな。62もあれば一応試合はできるはず。お、静電気麻痺引きましたね。まあこれはこういう特性なんでね、ズルでも何でもございません。でボルトチェンジで、
で、ここはランドロスから入るんですが、マンダがいる場合だよな、問題は。マンダいる場合でも、とりあえずここは一発自信をしとけばいいか。でも、マンダの起点にされたくないですよね、だから。グアナダル、いや、でも死んでいいか。変にミミッキュに対して後投げとかはしない方がいい。呪いとか持ってる方だったら呪い打ってくるかもしれないし、殴るときにしっかり殴っておこう。鬼 B、トンボからレヒエに引くべきだったけど、まあまあまあ、鬼 B ミミッキュ Z ってのは結構レアだからな。まあ今だったら一応、マンダのキアも考えてトンボからレヒエが良かったんですが、その呪いが嫌だったんでね、呪いを警戒したらまさか鬼 B が飛んできましたね。鬼火は正直あんまり警戒しなかった。結構でもこの方のミニキはレアじゃない、レアというか普通か、多分じゃれつくワンウェポンとかなんでしょうね。でその火力を補うために Z みたいな感じなのかな。まあ、ただまひったことによってあの素早さ関係はもともとこっちが勝ってるんですが、スカーフなんでね。なんでですけど相手からしたらまひったことによってまだこだわってるかどうか分かんないと思うので、とは言っても相手ここどうせマンダ投げてくるからな。結局美味しくない展開だけど、マンダ来たらサンダーを切り気味に投げてからのレヒレかな。ああまあこれは仕方がない。ランドの威嚇はまだ一応使えるっちゃ使えますね。でここはサンダー、まあ、おそらくリュウマギャラ身代わりをされちゃいますが、ただ基本的にマンダはあの特殊型にしない限りは接触技が多いので、こいつがバグる可能性も一応ありますね。せっかくの激凛ランドロスなんでマンダの相手もさせたかったんですが、鬼火を引いてしまっては厳しいですね。身代わりか、まあそれはとりあえずはいいぞ。リュウマイ走ってくるかもしれないけどどうだろう。まあボルチもしますから、殴ってきたらワンチャンバグる可能性あるし、恩返し、恩返しだったら耐えねえな、さすがに62は厳しいですよね。耐えた、強強、これさすがに割れると思いたいけど、あ、オッケーオッケー、サンダー強いな。でレヒレですね。まあただこれ展開としてやっぱ微妙っちゃ微妙、ラストが神続きの場合に神すぎで全抜きされる展開が考えられるのでちょっと微妙ですね。サンダー殴ってくるんだったら羽が正解だったんですけど、リュウマイしてきた場合ってワンテンポ遅くなっちゃうので、まあこれで良かったと思いますね。で僕はムーンフォースでよくて、マンダーに対しては関係ないけど神すぎのバグを狙うとこできなくなったからな。もうリュウマイ、ほう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 、なるほど、ラストがカバルドゥーンとかなのかな。ただうちのレヒルはリュウマイからの捨て身まで耐える調整で、多分捨て身はないで、もう押し切れると思うけど、羽で粘ってくるか、恩返し、まあ、これは全然耐えますね。ヒーローバーで耐えるはず。ああでも爪が入ってムーンフォースでボマンダ突破、だから紙剣に負ける可能性はあるんで、どうするかな。神続きではな、多分この展開的には。他のポケモンだったらエンペルト、エンペだったらまだいけるぞ。自然の怒りで半分削ってディランドン地震で飛ばせばいいもんな。まあシュカとかなのかもしんないけど、あと悪事があるかどうかみたいなところはある。イドンプ、なんだここでイドンプ、こだわってんのかもしかして、木の実のことを考えると、あれもここで自然の、いや待てよ、なんか木の実のことを考えると HP を絶妙に残、あ待って待って、ここでさ木の実発動した場合ってどうなんだ。半分削った場合って発動したのかな。木の実イドンプ、まあ、別にいいや、どうせランドの地震だ、落ちるでしょ。挑発でなんか眠るとか抑えたくないしな、はい、
で、なんかこの感じこだわってそうだけど違うのかな、わかんない。でラスカの押してこないもんな、レヒエに対して何かを狙ってたのかもしれないけど、まあ、ランドレー多分倒せるでしょう、シカだとしても。でランドロスでしょ、でここは地震でほぼほぼ勝ちのはず。あ、シカでもないか。じゃあ、やけどシュートには絶対落ちますね。はい、対戦ありがとうございました。まあ、なんだかんだサンダーが強いバトルでしたね。サンダーが試合を締めたわけじゃないけど、サンダーの活躍で勝ったと言っても過言ではない。はい、対戦ありがとうございました。